ただきます、はい、うん、あ、おいしい、うんうん、タピオカミルク、うん、準備 now。 ハロー、はい、お客様の準備で、スシロー、スシロー、夜ですね、夜ですね、お腹いっぱいじゃねえよ、お腹すきましたね、違うお腹すきましたね、そう、はい、家族連れいっぱいですね、いっぱいですね、うん、今日ここどこですか、今日はスシローに来ております、あ、はい、ハオロー、スシロー、ハオロー、スシロー、スシロー、ハオローです、あ、それで来たんですか、そうです、まあお腹空いたんで寿司食べるのいいなと思うんですけど、寿司ローといえばなんかカフェ的な寿司ローでカフェローゼじゃねえけど、なんかそんなのあったよね、うん、なんか俺でも試したことないっすよ、でなんかちょっと試したいなと思うんですけど、寿司ローでなんか甘いものとかなんか違くないかなと思うんですけど、俺の心を動かしてくれるものなんかないっすかね、ありますよ、え、あるの、ありますよ、こちらですね、ヒカルゴールデンタピオカミルクティー、ヒカルゴールデンタピオカミルクティーです、ハピリタイキング社長には持ってこいじゃないですか、何これ、これはヒカルゴールデンタピオカミルクティーなんですけども、このタピオカの下にスマートフォンのライトで、そうそう、光をこう当てると光るんですって、このタピオカが、なのでゴールデンタピオカですよ、いやーゴールデンタピオカですか、まあよくブラックタピオカが流行ってるじゃないですか今、はいはい、珍しいじゃないですかこの光るタピオカ、ね、はい、ぜひ食べていきたいと思います、これどこのやつ、どこのやつって、原産国、あ、あったあったあった、年間1億杯パイ、はい、パイ、はい、はい、年間1億杯台湾チャボ、チャボ、サボじゃないチャボ、サボじゃない台湾サボですね、チャボではありません、台湾とのコラボ、そうです、何も調べてない、調べてございません、頼んでますか、はい、作りましょうか、あ、作りましょうか、作っていくんじゃないか、頼みましょうか、あ、忘れた、3にしちゃった2、タピオカ、ミルク、B、音符、2、では頼みました、本当に光るのか、ちゃんとね、これ、多分、はい、このままオーダー、これレーンで来るのか、あ、なるほどね、その来るのを待ってるっていうか、あ、じゃあ、あっちに見えてきたらちょっと教えるんですか、なるんじゃないですか、作ってるんです、あ、来た、ありがとうございます、すごい、そっから来るとは思わなかったえ、こっから来るんだ。ダーン。タピオカミルクティースシロー。びっくりした。どーんと。え、こっから来るんだね。すごいね。どうなってんのこれ。俺こっちから来ると思ってたら。中が透明ブラックタピオカじゃないんだね。じゃあちょっとさ、明かりで照らしてみようか。向こうで小学生の子がニコニコして見てますよ。じゃあちょっと今から実験してみよう。はい、こちらですね、ライトつけますよ、これ、これつけますよ、これを下にこう当てるみたいです、あれ、おー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 光ってる、見えるかな、これ、おー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 すごい、すごい、すごい、おーおーゴールデンタピオカ、おーおーすごい、顔映ってないし、これすごい、見てゴールデンタピオカ、お、すげえ、伝わってるから画面、すげえ、すごいな、ちょっと待って、重いな、オッケー、どうぞ、すごいすごい、てん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 じゃん、ちょっと近いこれ綺麗だね、いいですね、すごい、見えるかな、見えるね、ほらすごいね、美味しそうだね、 お味はじゃあこれ、でっかいストロー開けていく、しめん、ぶっ刺していく、まぜまぜ、これちょっとライトつけよう、はい、じまっちゃうの、じゃあライトつけながら飲んでくださいよ、ぜひ、どうぞ飲んでください、お、ちょっとかっけーな、はい、このままの状態でどうぞ、これでこれであの、これだと気にするときは、でも、あー、ギャーをやると楽しいんだろう。だけども、今日は、に迷惑かかります。いただきます。はい。
うん、あ、美味しい。うんうん、タピオカミルク、あ、うん、タピオカもすごく大きいし、なんかその芯が残ってるのかなと思ったけど、ちゃんとすごいもちもちしてるし、で、あと、あのただミルクティーだけじゃなくて、あのタピオカ自体にあの黒蜜というか黒糖みたいなのもちゃんとね、かかってて、その味がついてて美味しい。美味しいね、うん、しかも結構ね、ちっちゃいかなと思ったの、このカップ自体のさ、でも実物見てみて結構大きいし、で量がすごく多いタピオカのことで、うん、これやばいね、これやばいね、すごい薄さもいい、おー綺麗、これすごいすごい、これすごいね、いいね、うん、ダージリン系のミルクティーで、うん、ミルクティー自体は甘さ控えめなんですけど、このタピオカ、タピオカが口の中に入って噛んだ瞬間にさ、こう甘い感じがする、うん、タピオカとかも言ってるのかな、特徴っぽい、この辺にすごくいろんな甘さがある、ね、はい、邪魔しないね、お寿司ね、はい、ありがとうございますと、はい、キラキラと、キラキラと、こうかな、やっぱり、やっぱり、おいしいなぁ、これでいいよ、おいしいなぁ、やばい、きしょ、ちゃんとおいしいとこやってるから、やばみんなは真似しないようにと、おいしいなぁといったことこらで、こちら光るゴールデンタピオカミルクティーですね、はい、飲んでみました、飲んでみましたけども、これよかったね、これよかったね、うん、安いしさ、味もすごいしね、うん、280円だよ、安い、うん、どうでした、まあ、やっぱりタピタピって最高だね、しかもこのライト当てるのね、面白い、うん、意外と量もあるし、もでかいね、これさ、スシローで買ってテイクアウトできるかわかんない、聞いてみよう、すいません、これってこのタピオカになってテイクアウトできるんですか、あ、なるほど、テイクアウトできる、テイクアウトできるみたいな、テイクアウトできるみたいな、ってことはちょっとした時間待って買って持って帰って、ね、車でとかできる、うん、帰り際とかね、うん、なんでこっそりこっそり買って彼女に入ってやって後ろからこうやって持っていったら喜ばれるのかな、キモって言われるから、スシローピってやったね、キモキモって言われるから、そんなことないと喜ばれるんじゃないですか ね、タピオカ女の子喜ぶから ね、はい、そんなところですけど、はい、といったところで楽しかったですね、美味しかったですね、手羽唐揚げ食べ忘れましたね、食べましょうか、食べませんよ、はい、もうなんか色がだいぶあれです、すごい気に焼けた色なんで、ね、はい、といったところで、はい、この動画が面白いと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、そしてタピオカ最高だなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いしますと、光るゴールデンタピオカですからね、日本初ですから、初上陸美味しかった、美味しかった、もう一杯頼む、はい、といったところで最後まで動画を見てくれてありがとうございました、また次の動画でお会いしましょう、はい、金社長でした、チームでした、バイバイ、バイバイ、もたたもな、そのままそのまま、怖い。いつも準備なおチャンネルをご覧いただきありがとうございます、チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします、コメントもしてね、通知もしてね、チャンネル登録準備 now